任期満了に伴って7月に行われる奈良市長選挙に、無所属の新人で共産党が推薦する谷川和博さんが立候補を表明しました。命と暮らしが何よりも大切にされる、そういう姿勢を作っていきたいと思っています。市民の声を聞かずに市政運営をする、やっぱり今の、中川市政ではなくて、それを大元から変えていきたい。谷川さんは大阪市出身の42歳です。県内の民間企業での勤務を経て、現在は共産党の奈良地区委員長を務めていますが、市長選には無所属で立候補するということです。谷川さんは現在の市政は教育や福祉に財源を使わず、国や県が進める大型の開発事業が優先されていると批判。市民の暮らしを守る政治に転換していきたいと訴えました。なお谷川さんについて、共産党奈良県委員会は衆院選奈良1区候補は取り下げるとしています。奈良市長選はすでに現職を含めて4人が立候補を表明しており、谷川さんは5人目です。奈良市長選は来月4日に告示され、11日投開票が行われます。